今日も一日お疲れさん。どうもしこです。平井英二です。ジョンです。安井世界監督。今日の企画はエロい女子あるある。タイトルやな、シンプルでな。まあ、今回あのエロい女の子エロい女の子のあるあるですね。エロいなエロ男子でやっていきたいと思います、うん、今日はあの、はい、エロい女の子のね、はい、特徴というか、まあ、あるあるなんかを出していって盛り上がろうという回になっております、はい、それではやっていきましょう。最悪な最悪最悪チャンネル登録よろしく。はい、はい、ゆっくり話す。あ、それなんかたまに言いますよね。ジエロか、大好き。こういう女性のエロさ、うん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 、エロくないですよ、実は。本当にゆっくり喋る子ではエロくないってことはあんまなくないですか。そうなんだ。大体よくないですか。不思議系じゃなければそうかもしれない。そうです、不思議系じゃなければだらだら喋るんじゃなくてゆっくり話すからですね、うん、ちょっとひんなりゆっくり喋る系の子、ちゃんとしっかり夜もエロいぞってことあるね。断密なみたいな感じでしょ。断密なみたいな感じは、そうそうそう、いらっしゃるんですよ。それエロいな、確かに。唇ポテッとしてんだろうな、しちゃってるよな。大体そうだな。はい、トロンとした眼差しで棒状のもの見る女性そんなにエロい女やん。いやいや、やりすぎなのは分かってんすよ、うん、でも、酔っ払ってほろ酔いだった時とかに、うん、きりたんぽとか、うん、来た時に、うん、あります。多分本人ももう狙ってんのかもしれない、はい、けど、なんかぼーっとこうやってこうきりたんぽ見てる時あるんですよあるかな。エロみたいな、うん、で、ない棒状分からん。グラスとかもそうですね。グラスは分からんけど、なんかボーっとしながらこうやってるとか、うん、はいはいはい。まあだからフランクフルトとかも別に俺はもういいんです、うん、もうそれで俺を興奮させようとしててもいいんです、うんうん、するから、うんね、なるほどね。これはそうしてんの。だって串揚げとかでしてたらちょっと出るもんな。いや、そうそうそう、エビとかでさ、うん、やってる人おらんねんけどな、別にどうしたん。エビって言いました。エビの串揚げ、すっごいあるあるじゃないわ。エビの串揚げなの。こいつエビの串揚げ好きよな。エビ好きっすよね。なんかやったらやったらいいよ。エビエビ言うな。そう、そんな言ってるある。監督おらん、なんか4人飲み会みたいな時もずっと言ってた。エビ食ってる時が一番幸せ最近。ああ、言ってたか。奥さんとエビってそんな人気ないんだ。そういうことじゃない。あ、じゃないの。いや、ジョンの中で人気やな。あー、そういうこと。だいぶ上位だな、人生で。はい、はい、複数人で宅飲みしてるのに、うん、はい、あのベッドに入ってくる女性ません。あー、入ってくる。入ってくる、はい、そんな幸せは俺の人生にはなかった。なかったな。どういうことなんだ。宅飲みで、ちょっと俺も疲れたから先にちょっと寝るわみたいな、友達のベッド勝手に入ったとか、俺自分の部屋のベッド。まだやで、まだやで。後ろもしてる時に、なんかあっちで盛り上がってるけど、じゃあ私も寝るわ、そっと入ってとか。やばいな。そんなあった。そう、エロそうだよ。2、3人おるよ。ないっすよ。ない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 。シンプルな童貞の嫉妬がいそんなことある。なんかおったな、コテージとか、まあ、でも興奮しますね。コテージやば。男女とかで、旅館みたいな遊びに行った時に、はい、男と女子で部屋ばかり取ってるのにかかわらず、2階でわちゃわちゃっと同じ部屋になっちゃって、男女男女寝てて、この男女男女のこの横の子がこうスッと手を取ってくるとかあるよな。それは熱い。熱いな。熱いです。あんな男女で旅館に遊びに行くようなことございますね。ちょっとね、こいつの心の通しぐらいなんだよ。ちょっと時ももうスッとかガガガガガガガと嘘つくよ。演劇部の演劇始まってないからね。心閉じんなって。そんなのあったんですかね。ええや、そんなの ねエロって行きたいですけど、行きたい。羨ましすぎて。シャッター閉じるっていう。はい、はい、これはもうみんなで、みんなよう言ってるっす。はい、嬉しそうに舐める女子は本当エロいよねっていう。ああ、確かにね。あるあると、いや、もうこういうことを出そう。はいはいはい。おい、はい、タヌキ顔の女の子。顔で言うんよね。嬉しいなぁ。嬉しがってる。あるある嬉しい。一切嫉妬のせいへんし、分かる人よだよな。嬉しいなぁ、これ。初めのやつだし、俺らが。うまいうまい。声がちょうだい。こんなんやけど、もうニッコニコだよ、これ。すっごい素直で、今。難しいね。嬉しいなぁ。はい。これどうしよう。プロタイツ、ええやん。お前やんってかけてなくない？プロタイツ横ですか？いや、まあエロい。まあエロいですけどね。薄いと濃いどっち好きですか？ベニールですか？ベニールです。薄でしょ。あー、
まあまあ好きやけど。これは関係ない。これは関係ない。面白いね、皆さん。やっぱそういう女ってエロいよなって言いたいからね。それはエロいやんかっていうこと。それはまあエロいか、うん。これちょっとどうかわかんない、あるあるかわかんないんですけど、はいはい、薬味好き女子ってちょっとエロいイメージがある。ああ、ね。ちょっとわかる。ちょっとわかる。生姜とかね、マヨガとかね。そうそうそう。入れたら、ちょっとわかるわ。ちょっとわかるな。串カツは紅生姜食っちゃうみたいな。あ、そうそう。いや、ちょっとエロい。ちょっとエロいな。ポカポカになっててるもんな。なんか知らんけど。なんやろな。ちょうどいいな。いや、これちょっとおもろいわ。いや、これなんかわかるぞ。ちょっとわかるな。ちょっと普通飲んだんですけど、はいはいはい、あのくすぐに弱い子ですね。あ、絶対エロいと思うよ。なんかエロいよな、この子って。敏感とやっぱそうやねんな。これもそう、これ学生時代一世を風靡したエロい女やな、うん、そうそうそう。大学の時めっちゃ痛かった。え、おったっけ。そもそも、うん、くすぐりに弱い女は感度が高いらしいっていうのが、そういうこと。めちゃくちゃ困るやん、ね、これ勝ちやからな、本 で女の子同士がくすぐってんのを見てわかるわ。チェックしようよな。なるほどな。わかるわ。飲み会とかで、えいとかで、えいとかで、えいとかで、エロいこと。なんでお前敏感やねん。なんでお前の敏感。なんだよ。何年から俺は。女子でやるなって気持ち悪いわ。エロい。女子でやる。女子。あの子結構みたいなね。はい。あの女の子に乳揉まれてる女子。これってなんか知らんけど、揉まれてる方が エロいんちゃうかってなんか思っちゃうな。あー、揉んでる方より。あー、そういう話か。そう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 。なるほどね。揉んでるのエロいはずだよね。そうそうそう。いい文章だね。そうだわ。そうやろ。そう、なんでか分からんけど。俺も周りだけなんだけど、いいっすか。はい。あの、辛いの好きな女。あー、俺も思ってた、思ってた。やったら、辛いの行くやつって結構エロくないですか。真っ赤なもん食べるでしょ。これなんでなんですか。いや、刺激求めてる。だよね、だよね。いたもん、俺今。だよね。俺も今頭で考えてる。わかる。いや、でも俺もこれそう思います。ですよね。ちょっとね、やっぱ性癖とか尖ってるし。いやー、わかる。刺激が好き。いや、そうやろ。ってことやか。で、なんかそれで、だから僕汗だくとかも載せたんですけど、はいはい。刺激好きで汗めっちゃかいてる子って、感度も良さそうやし、はい。そういう、ね。ね、なんね、ちょっと積極的なんですよ、しかも。なんか、分かる。こういう子って。分かるわ。いや、これな、なんかあるあるですよね。分かるな。カラカラとか言った時に、辛さをゼロカラとかにしますっていう。こうよりはやっぱ、おカラとか言ってる方が積極的っすよね。ですよ、本当にこれは。はい。元剣道部のギャル。ちょっと待って、AV? なんか、今めっちゃ垢抜けて綺麗になってて、ちょっと花がある感じの子が、なんか硬派なやつを部活やってたみたいな。柔道部とかね。あー、すげーなんかエロいなって思うっていう。お前が、エロかった。そうそうそう、エロいなって。お前の視界入ってるよ。それで剣道部のギャルは俺もエロいなって。エロやろ、視界はな。いや、いい。まあまあ、それは確かにエロい。弓道部ってなんかエロい気する。わかる。そうやね。すごいわかる。弓道部だけでエロいもんな。弓道部なんでしょうね。なんでやろ。なんか悪くっていいんだよな、きっと。巫女さんもいいしね。さ、巫女さんエロいな。いいよな。ジャンルで言ったら俺、バンギャとかもエロいイメージある。ああ。ちょっと神谷の色は高いですよね。どうなんですか、バンギャの方とかなかったんですか。バンギャとはあるじゃん、あるじゃん。あるやろな、エロかった。いや、別に。そうなんや。夢崩れた。崩れた人の言い方や。夢崩れた。大切な夢が大切な。かわいい。かわいいっす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 。ルルすぎる。ジュージーっすよ。お大根が。俺らわかんのもそうやけど、絶対わからへんって。ダンサーとかやっぱエロい。いやエロいんちゃう。やっぱ分かりやすくエロいんちゃう。ダンサーないよな。エロないねんね。なんかやっぱ獅子使ってる人はエロいやん。そっかそっか。スポーツマンとかだってエロいんでしょ、結構。あー、背高いって言うか。スキルとかエロいイメージだよ。シンプルにね。スポーツ部でどこが一番エロいんやろな。バスケか。
いや、バスケでしょ。バレーよりバスケか。あ、バスケでしょ。バトルってあんまエロいイメージない。わかるわ。わかるな。バスケやで。バスケエロいね。ごめんなさいね、バスケやられて皆さん。いや、いいことやからな。褒め言葉ですからね。はい、はい、これはうちの会社でよく言ってたやつ、はい、ああ、うん、金夜のバリキャリーはいいですね。あー、まあ、そうなんや。女性からね、普段全然違いますね。その秘書の方とか、はいはい、受付、はい、受付とか、はい、そういう人よりも、はい、もう金夜の合コンで来る、うん、ほんまに働いてる外資系とか、うん、バキバキの経歴の女子たち、顔がどう戦ってるんですね。多いですね。そうなんや。確かにね、ギャップがあるからとかじゃない。いやー、ギャップじゃなくて多分環境かな。だから看護師さんとかも言うよね、なんか保育士さんとか、あ、ストレスとかやな、戦ってる分発散するみたいな感じで、別に毎晩飲めないから、うん、今日は飲むぞっていう時なんですよ、うん、はいはいはい、なるほど、放ってんだよね。そうだね。なんかドヨルってあんまりエロくないんですよ。金曜日がエロいんや。金曜日が一番、なんかその今週頑張った、今日はもう飲むぞ、好きにするぞっていう、そうかもね、ので来て、平日すっごい忙しくてみたいな時の金曜日すごいですね、やっぱね。 IQ 高い人の方がエロいとか言うしね。なんかけど、大使館の人はすごかったって。大使館、先輩がね。大使館っていいね。やっぱ大使館やな。あんま俺よう分かんないけど、すごいな。イコールじゃないやろ。玉数少ないよね、大使館。あんま出やまんやろ。やっぱいいの出んな。はい、はい、お、めっちゃ単純ですけど、はい、魚より肉好き。あーでも、それはそう。そうそう、それはそう。それはそうやわ。元気溢れてるもんな、まだ。お寿司とかより、うんうん、焼肉、鉄板焼き屋さん好きな女子の方がエロいんちゃうかなって。油よりさ、赤身じゃない。あ、そう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 、あれ、あれ、なんでやろな。みんなそういくやん、なんかちょっとエロいな。そうっすね。刺身、お肉が好きっていう言うよな。うん、なんなんな、精がつくというか。俺はそうやと思うんだよな。これだから肉バレだとちょっと怪しいですね。あ、そう、肉バレは怪しい。ええ肉の求めてる女子はなんかエロいな。エロいですね。ちゃんと肉食いたい。そう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 。はい、はい、はい、の酔っ払ったら、はい、へへへって笑い出す女子。かわいい。まあ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 、かわいいです。エロなの。エロいエロくない。エロい女子って、かわいいの。いや、主観でじゃなくて本当にエロいこと。いやー、これはだからだけそうだ。だからそう、あんま掘られたくなかったな。どうしたらどうどうどう。めちゃくちゃ酔っ払ってきて、はいはいはい、へへーとかって言われて、女子は大体だけやってことやんな。あ、そういうことか。そういうことか。あ、なるほどね。そういうエロさ。あー、そうかも、そうかも、それは。なんとなくね。はいはいはい。ちょっと似てるかもしれないです。はい。手がしっとりしてる人。あー、ちょっとわかるかも。え、どうやってわかるの？別に例えば、ちょっと触るとか。触ってた時に、手がしっとりしてる人って、エロいっす、大体。塗りやすいもんな。そう、そういうことなの、やっぱ。汗腺が活発な人はやっぱ塗りやすいっていうから。あー、そういうことなんや。だから辛いの好きでも、もうそうなんじゃない。あー、そういうことなんや。じゃないかなと俺は思いますけどね。なんか手がしっとりしてる人はやっぱなんかこう肉付きがいいというか、はいはい、そういう意味でもエロいというか。なるほどね。確かにね。じゃあ体温高い人はそういうこと。まあそうかもしれないね。ああ、どうだろうね。なんか抱きしめた時に熱っていう子エロいなっていうイメージがあるんですけど。熱っていう子エロいな。熱っ。忘れないで。自分のやったら熱って言った子やな。うーん、熱っていう子エロいかな。確かに。登録忘れちゃってるんじゃない？はい。はい。はい、エロい女性あるわでしたね。どうでした？まあ、僕ら偏見ですけど。完全なる偏見でしたね。偏見ですよ。それで気分解消に固まりましたね。まあでもね、褒め言葉ですからね。エロいは ね、 ね、魅力的に見えてますよ。そうそうそう。はいはいはい。別に実体験から導き出したことは一つもない。はい、そんなことないでしょ。そんなことはないけど。それはそれで良くない。そんななかった。でも女性から見たらほんまになんかエロい女の子というか、はいはい、あるあると思う。ちょっとぜひね、確かにね、楽しいですね。俺ら目が濁ってるからね。いや、そうやね、そうやね、うん、ちょっと透き通ったエロいやつ、はいはいはい、コメント欄に書いてください。ということで今回はどうした。ありがとうございました。お疲れ様でした。僕なかなか出なかったんですけど、いつも通りいっぱい喋っていっぱい出してた感じの顔してました。もしよかったらもう一回見てみてください。でもああいう時ちょっとやっぱ恥ずかしいよね。ジョン奥さんの話になっちゃうからどうしても。まあそういうのもあるよな。なるよな、うん、今日も一日お疲れさん。